ヒロさんの動画あれ喜んでもらいました。喜んでます。そうなんですか。この子あの前の伊賀の時に。あ、知ってます、知ってます。Z400J っても主張してるし、うん、どうぞ。ヒロさんの動画あれ喜んでもらいました。喜んでます。そうなんですか。この子の前の後ろいいですか。後ろそのジャンパーを、かっこいいジャンパーを。何の豚骨ラーメン、前豚骨ラーメン、どうしたった、どうしてくれる、ね、ガチおらんくなった。
気まずい。いいさ。はい、ありがとうございます。すみません、恥ずかしい。仕様にしてね、これウインカー位置変えて、なんだとウインカーの位置が違うやろ、大きい、え大きくない、ジェフ一緒やで、あ、ウインカー純正これやね、だからジェフはここ、FX ここやね、こんな大きかったっけ後ろのウインカー、純正はな、あんたの純正じゃない、社外品やからこんなちっちゃいな、うん、ちっちゃいのにしてんの、このディスク見たらわかんない、ジェフって このエンブレムがええやんか、もう FX 外してあえて FX のエンブレムを外してあえて J のエンブレム入れてさ、もう別に私は J でも恥ずかしくない、恥ずかしいって思う心があかんねやろうけど、 FX も J も結局は J の輸出車を逆輸入したやつが J なだけで、結局は同じ FX やからさ、輸出向けに作ったバイクと日本国内向けに作ったバイクとの違いで、で外国に行くとやっぱり円高か何かの関係でコスト面をやっぱり下げなあかんということで、ディスクをやめて多分ドラムにしたとか、そういう感じでちょっとコストダウンして、それでも外国では高価なバイクになったと思う。でも胸張って FX のエンブレム外して J にするっていうのがやっぱり俺はポイント高い。だったらハータンの J も FX 外してこのエンブレムをつけたらいいんじゃないですかってなるけど、まあまあ高いんよ、ちょっと希少価値もあるしさFX のエンブレムはよく売ってるけど J のエンブレムあんまりない、みんな外して捨てられた。で、これはエアクリ外してちょっとやれしよう。マフラーは手負けて。でもな、J はな、その海外のドイツとかヨーロッパとかなんかいろいろあんねんけど、よくわからんけど、アメリカとか。フロントディスクがダブルディスクの J もあればシングルディスクの J もある。ハータンのはシングルディスクの J。これはダブルディスクの J。ダブルの方がようブレーキくる、なんかおかしい、前ダブルにして後ろディスク外すんやったら、前シングルにして後ろディスクにしたら別にコストダウンせんでもさえ、どうしたんですか、いろいろ語ってんねん有名車両やな、過去に伊賀でちょっと撮影させてもらったことあるのよ、美女が FX みたいな感じで、え？